続きやっていきましょう。ノラヒーロー、ブルホーでございます。いや、いろいろとね、自分のパート1の動画を見返してたら、しまった、撮り逃してるって思って、ということで早速ね、まあ、ちょっと昨日に関しては事情があったんで、ちょっと途中でやめざるを得ないということだったんですけど、まあ、ちょっと戻ってきてもう一回いろいろとやり直していこうと思います。まあ、相変わらず隊員はね、吊るされているという状況なんですけれども、まあそんな隊員を尻目に、僕はやることを粛々とやっていくというところですね。ということで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、応援していただけたらと思います。それが、もう、ただただ、ゲーム実況やっていく励みになりますからね。ということで、戻ってきたはいいけど、ここにいる敵は、ちゃんとぶち倒すことができて、てんのかな。上にキーって書いてるね。イーって書いてるけど、いや、もう久々すぎてわかんないな。一周クリアしたくらいしか覚えてなくて、もうそれも社会人成り立ての頃だったもんな。成り立ての頃って言えちゃうくらいね、もう前って、だって10年前が20代の時の10年前って言えばさ、その高校生とか中学生とかそういうノリだったのに、ハメ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 ね、え、もう大学生になっちゃうんだもんな。それがまた大学生からね、あの頃は若かったとか言いながら、どん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 年を置いて朽ちていくのかもしれないけどね。ということで、はめていきましょうか。これでいいだろう。穴にははめていくもの。くる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 。あ、ちょっと待って、なんか生えてきてる、なんか生えてる。なにあれ。おデブちゃん。ってことは、なんかゲロ吐いてくる系女子じゃない。やば。のんびり歩いてるうちに好き、あ、て、急に横綱どすこい。このタイプあれだ。このタイプは攻撃を受け、食らわしても全然食らってくれない系女子だ。やばいやばい、逃げろ。向かってくるよね。これ逃げるときに他からも敵出てくるとか、そういう恐ろしい結末にならない。大丈夫。逃げる。オッケー。なんか、右側から、来そうな予感がしたけど、そうでもなかったですね。追いかけてきてもない。OK。ということで、下へ参ります。当炭鉱では、っていうなんかこう、思い浮かべばよかったんだけど、何も思い浮かばないから、その進んでいこう。よし。今助けるぞ!名もなき、ファラオ。オープンセサミ。ということで、立たされてんだね。一応立ってるだけマシだよね、これね。なんかこれを思い出すと、もう間もなく、ちょっとこれが、ヘルメットが、ヘルメットされちゃうんだけど、なんか昔、電磁戦隊メガレンジャーっていう僕が好きなんですね。戦隊ものがあったんだけど、あれのメガブラックが歪んでにやられたワンシーンみたいな状態になるんですよね。知ってるかな、みんな。普通さ、パワースーツみたいなのをさ、こう変身したらみんな着るじゃないですか、戦隊のものの風にして。で、なんか特殊な、ピッチピチのスーツ。あれ?あ、ノコギリで切られるもんだと思ってたけど、切られてないね。あ、そうそう、こんな感じ。パワースーツがね、破れてこんな感じになるんですよ。急げ。すまないと、もう仕方ない。もう、この子呼吸してないんだから、ハメハメして。あー、生き返る。イモジーありがとう。で、どんどん朽ち果てていくんですよね。まあ、命途絶えるとそうなっちゃうってことだよね。さて、じゃあ、これでいけて、汚染エリアの進行ができるようになったということですね。どんどんね、ゲームっていうのはパワーアップしていくもんですから。で、どうしたらいい、これ。目的はあくまで確保です。ああ、分かってる。ドゥル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 。おっか、オッケー。緑色、オープンセサミ。ここの真ん中には絶対敵出てこないのかな。まあ、出てこられても困るんだけどさ。出てこないでねーって思うけど。大丈夫。よし、じゃあ向かっていきましょう。こういうカッチカチのドアがあれ、カッチカチやどっていう。昔そんな芸人いたな。あれ、彼は問題なくて、相方の方がブラック営業してたんだっけ。
ね、よし、ここどんどん進んでいこう。うわもうカビくせえ。掃除しろよちゃんと。ドア開かなーい。でこっち進んでい戻れない。じゃあ進んでいくしかない。グレネード拾う。奥から細長い犬が生えてきた。やばいやばい、ちょ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 、こいつ攻撃食らわねえんだよな。こいつ攻撃食らわないから、いったたい、いったたい。あれこいつを倒す武器ってどこで手に入…あぶっくりした。なんか目の前に今また新たな敵が生えてきたのかと思った。逃げろ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 。あれでもなんか取り逃してるアイテムがあるわけでもないしな。あり、いなくなってるとかないかな。行ってみたら実は、ああどうぞこちら道開けときやしたんでっていう、こう優しい感じになってくんないかな。開けられない、鍵かかってばっかやな。でこっち行けないし。あれいなくなってる。あ、ごちそうさまです。こっちこっち。んで進んでいって、いなさげ、あ、やった。なんかわかんないけどいっぱい拾っとこう。で、おお入ってきてる。やばいやばいやばい、逃げろ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 。怖い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 。逃げる逃げる逃げる。でさらに、あ、ちょっと待って、視界が悪すぎて何が起こってるのかざっぱり。で生えてきてる、逃げろ。ちょっと待って、狭くない、暗い、暗視デバイスが必要。マジっすか、暗くてよく見えない。あ、なんか来てる。無理だよね無理だよね。高再生能力、なんでこいつこんなカビ爆発しろ。オッケー、あれちょっと待って、進めん。ちょ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 。マジか。そりゃ、抜け出せんわ。え、なんで？ってことは、あっちに追い込まれてしまったら、もう、絶望の中、朽ち果てていくがいいっていう感じなの？厳しいなぁ。そうですか、そうですか。そうですか。なんとかするわ、じゃあ。はい。くすぅ。ノーデスで行きたかったんですけどね。早速。なんか、もう最近バイオやってて、あまりにもこう自分下手なんですよ。下手すぎて死ぬ回数があまりにも多いから手がピコ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 光ってんですよね。でいろいろ拾えるアイテム拾っとい、あ、さっき拾ってなかったアンティーク取り逃し。こういうことがあるから逃げるんだよね。バイオやってて楽しい。新たな発見がどんどん芽生えていく。でこっちは行けないから、こっちも特に。さっきこっち、そこ生えてくんじゃん。生えてくんじゃん。生えてきてんじゃん。逃げんじゃん。どこに行ったらいいかわかんないじゃん。こけるじゃん。いててててててて。自分も狂ってる。あー、あったあったあった。ここにドアがあったのか。もう見逃し。注意散漫。で、ここで拾ってラムロット再生。OK。で、ラムロット再生。通常。はい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 。打ち込んだ敵をぶちのめすことができるということですね。これがないと、だから奴を倒すことがめっちゃ回った。なんかイライラしてる。めっちゃ、あ、OKOK。暗視デバイスね。はい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 。OK。観測。だからめっちゃ回すやん。で、違う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 。武器を入れ替えておくと。ショットタイムゲッツ。で、これで、また、やつが、ヒューマーが出てくるから、ぶちのめしていかなきゃいけないということですね。オッケーオッケー。やれることをやっていくしかないんですよ。え？何？なんだ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 ？やめてやめて、そういうさ、怖いことが起こるの。開けて、開けて、開けて。ほい。ほい。後ろから来てる。アイテム全然落ちた。ぬ？これ上から降ってくるとかないよね、敵が。
で元に戻れないし、はしごもね、なきも、なんかめっちゃ血みたいなのがべっちょりついてる。で、降りる。上下上。上下上。これどっかだからレバーかなんかが落ちて、生えてんのかレバーって。あれ？どこ行ったらいいんや。どこだ？これか？これでもない。ん？え？じゃあこっち付近か。あんま遠いところにないはずっすよね。ちょっと久々の FPS で酔ってきた。大丈夫ですか？皆さん。実況見てくださってるのすごく嬉しいんですけど、目で追いかけるのすごくしんどかったら、チャンネルじゃないや。チャンネル登録はそのままで。で、動画止めて、ちょっと休憩してまた続き見てくださいね。血のり、ない、え？どこだっぴや？上。どこ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 ？あ、あったあったあった、これか。上このままで、これを下にして、で、右もう一個を、相当硬いんだね。それとも、あれか、あえて主人公だから、かっこつけて、レバーの上げ下げやってます、的な。オッケー。じゃあ、なんか生えてきてるよー。なんかいるよー。いや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 よー。なんかもう、こういうことってよくあるよね。やっぱなんか一つのさ、なんか、キーアイテムを取ったら出てくるとかさ、こう、何か。行きたいっち、もう、なに、近寄ってくんじゃねえよ。ずっとキーボードを後ろ押してたのに、全然後ろに下がってくれないですね。なんでやねん。よし。とりあえず、オープンセサミ。いない。オッケー。で、ああ、もうまたちっこいのがある。もう、君、虫。虫は虫、右もある。来てる。こいつは、なんかどっかに当たりやば。当たりやば？あった、オリーブ！痛い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 、当たってる。当たればなんともないんだけど、これ、後ろから来てたりはしないよね。あれこれ、後ろから来て、こいつを使って倒すんじゃなかったっけ？後ろじゃねえや、正面だった。危ない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 拾い忘れアイテムもなし。で、どこ行く？また出てくるか？曲がり角にいるとかそういうのやめてよね。ああ、もうびっくりした。なんかちょっと無理ってなってるやつが、それかと思ったけど、違ったわ。よかった。で、これこのまま進んでいって大丈夫かな？あ、ちょっと待って、めっちゃ来てるわ。あ、でも、普通の敵だったわ。これはまたあっちまでお導きすればよろしいですかね。ついてきてくれないね。溶けたね。うん、それ以上はこっち、空気薄いっすわ。つって、酸素不足で崩れていく。あ、ちょっと待って。あ、無理か。しゃかん、まさかの、人工物にやられてしまった。もうカビも人工物か。くっそ。他に安全に進める道はないだろうか。ここどこ？ここはどっからや。あー、これあれか。で、また、あー、はー、なんか今二人ともなんか、中止、あれ？こっち行って、来た道だっけ？合ってる？うん、ちょ、危ない。おー、なんで今、Cボタン押して立っちゃったんだ、俺。クララが立った。クリスも立った。クリスが立った。クリスのが立った。来る来ない来ない来る来ないこれラムロットじゃないと倒せない敵が出てきたとき、あのタレットでぶちを飲めせるのかな。あ、生えてきた。ほい。でー。照準が出てこないんだよな、これ。きついね。こっち、あ、来てる。逃げろ。相手知らない。拾って。来てる。ドア閉まらない。逃げる。
逃げろ。拾える、拾いそうなアイテム特に来てるわけじゃない。おちょっとデブ、痛い、爆発。マジか。またタレット、後ろから来てない。オッケー。タレット、うわおわおわお、入ってきた、入ってきた。あれ？あ、ここなんか、知らない世界。知らない世界に、え？え？行き止まりかよ。ちょっと待って、それは聞いてないよ。うん、やら。切れた。なん、お盆かい。あ、ちょっと待って、まだ来てる。追加。追加。ロケットパンチ。オッケー、ゴリラパンチで2発撃破。2発 ?2 体撃破だな。あ、ちょ、邪魔。ゼロ距離ショットは強いな、やっぱ。オッケー。で、このまままっすぐ。終わり。だよね。持ってきましょうかね。これ、枯れたか。おー。ただいま、現世。黄泉の国より、舞い戻ってまいりました。つうことでね、いやー、無事になんとか、第二関門クリアってところなのかな。よし、じゃあ第三関門進んでいくためにも、一旦、ここでセーブして終わりにしたいと思います。小休憩は必要だからね。はい。まあ、なかなか、今回は進めることができたんじゃないですかね、無事ね。なんか特に、アイテムは、あ、アンティック返しめとくか。オッケー。じゃあね。また次回パート明日やっていこうと思いますんで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押して応援していただけたら幸いです。ではまた次回のパートでお会いいたしましょう。アイテムチャカチャカ動かしながらお疲れ様でした。さよなら。バイバイ。